室生寺で知られている奈良県旧室生村。平成18年、2006年1月に近隣の4町村と合併して奈良県宇陀市室生区に生まれ変わりました。旧室生村には里があり山があり、日本人の心のふるさとが残っています。その豊かな自然と風土を大切にしたアートアルカディア計画を地域づくりの基本に据えました。アルカディアとはギリシャ語で豊かな自然に恵まれた理想郷という意味です。室生寺に通じる県道28号線に落石防止のための擁壁が作られました。はじめはコンクリートがむき出しの壁だったので観光客の品縮を買いました。そこで彫刻家の土屋公夫さんにデザインをお願いして、室生の間伐材を使って室生の山並みをイメージした素敵な擁壁が出来上がりました。公共事業とアートを融合させるアートアルカディア計画の考え方です。で、出来上がったものはやはり観光客の方々が非常にいいものができたっていうようなことで、これを考えたものは誰なのかっていうようなことで、非常に素晴らしいものを作ったねっていうようなことでお褒めの言葉をいただいたわけなんですけども、そういうふうに私たちの考え方があるところでは受け入れられ、喜ばれていることを考えれば、やはりアートアルカディア計画の一つの役割として公共事業の中にアートの視点と入れるというような、突拍子でもない考え方かもわからないですけども、ある意味ではそういう自然の、景観の保全の、一石を投じる、考え方ではないかなというようなことで思っております。室生区の玄関にあたる宇陀寺室生の道の駅にはアートアルカディア計画を象徴するモニュメントが置かれています。マイスカイホール、地上への瞑想室生と題された作品です。道の駅にあるモニュメントとは対極に、天に向かう山の上のモニュメントが室生寺を見下ろす山の上に建設されました。室生三条公園芸術の森です。広い 7.8 ヘクタールの自然と空間のすべてが一つの作品となっています。デザインしたのはイスラエルの著名な環境芸術家ダニ・カラバンさん。コンセプトは自然を使って第二の自然を作る。だからここでは、全てのものが、100% 自然でありますけども、作られた自然ではなしに、自然をそのまま生かしながら新しい自然というものを再発見していただく、そういうふうな装置としてここにこういう前衛的なモニュメントを置いているわけなんです。だからこそその当たり前の風景かもわからないですけども、それが作品になっているわけなんです。ここではそこに生えている草も作品の一部です。芝を張らずにこの土地の自然の草を育てています。しかも草の丈は5センチと決められています。で、そこには過疎採択の意味合いがありましてね、人が住むためにはどうしてもその基盤の整備をしなければならない。道路を作ったり橋を作ったりトンネルを作ったり、いろんな形で人間が手を入れていくわけなんですけれども、そして便利になったわけなんですけれども、人がどん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 減っていく、なんでなのかなっていうようなところに、やはりその自分たちの誇れるっていうような誇りというものがやはり欠落してるんではないかと、っていうようなところで、やはり地域の活性化、すなわち心の活性化っていう、一人一人の、そこに活性化というようなことで誇りというものを持たす、
やはりことを考えようじゃないかというふうなことから、このアートアルカディア計画というのは始めたわけなんです。室尾三条公園芸術の森も、実は公共事業との融合から生まれたものです。室尾は全体が火山性の土地で、そのために地滑りの危険性がとても高いのです。そこで周りの山に降った雨をここに集め、池の底には厚いビニールシートを張って、地下には水を浸透させないで水路に導いて、地域の外に水を出します。だからしかもお金があって作ってるんではなしに、それを全て公共事業の中でやってるというふうなところで、このアートアルカディア計画は特異的なものであるというようなことで、非常に相反するものを一つに融合するというのは非常に努力がいります。場合によってはそういう、反するというよりも、なかなか理解得られない、手法ですので、でもこれからの公共事業の在り方を一つは、提案する一例ではあるのではないかというふうには思っています。1200年前に創建された室尾寺が今人々の心を癒しているように、ここが未来に生きる人たちの心を癒す聖地となるようにとの願いが込められたプロジェクトなのです。